今日のフレーズはこちら。今日はみんな大好き、ポルトガルが生んだ、レジェンドカベサオの、有名曲ランドオブコール、この曲皆さん知らない方は Spotify とか iTunes でチェックしてください。この曲めちゃくちゃ美しくて、9ノートしか入ってないハンドパンでも、できる、もう本当代表的な今のハンドパンの教科書の一つのような、曲なんですけども、今日はこれのベースラインだけ、皆さんに解説していきたいと思います。それでは早速やっていきます。皆さんハンドパンを目の前に置いたら、一番低い音がへその前、一番高い音をへそから遠いところに置きましょう。今日は自分から向かって一番低い音、左右2周っていう、ベースの動かし方で解説していくので、皆さんも、ぜひ真似してやってみてください。それでは、叩き方なんですが、右手がこの曲のベースラインを作るので、右手をまずは練習していきたいと思います。まずは聴いてください。タン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 。わかりましたか？もうちょいゆっくりやると、ノートスネア、ノートノートスネア、ノート、タン、タン、タン、1、2、1、2、1、2、1、2。はい、これが1セットになります。そしたら、左手をスネアの前後に入れて、できたらすごい上出来だと思います。これを練習することで、左手を自由にメロディーに行って、美しい曲ができているんで、皆さんランドオブコールをいっぱい聴いて、この動画を見て、練習してみてください。それでは、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ハンドパンの、購入を考えている方、ハンドパンレッスンを受けてもっと本格的に上達したい方、LINE 登録よろしくお願いします。毎週東京でハンドパンレッスンオンラインでもやっています。それではまたお会いしましょう。